はい、どうもお疲れ様でございます。ナオでございます。この辺り見えますでしょうかね。あの JAF のね、車両でございます。同僚、愛くんなんですけどもね、今日ちょっとあの、脱輪してしまいましてね、今あの JAF の方に来ていただきました。ここ昨日今日とね、今なんだろう、2月10日ですかなんですけどね、北陸地方とかね、この日本海側非常に寒波が来てまして、まあ地吹雪がすごいんですね。かなり地吹雪がねひどくて、まあそれでも今はいい方なんですけども、いわゆるもうホワイトアウトをしてしまって彼ちょっと脱輪してしまったってことでね。でとりあえずこんな寒空にいてもしょうがないんでね、いろいろちょっと試したんですけども、あんまり素人がねガチャガチャと掘り進めてって、もうなんていうのかな、施しようがないようなところまでドツボにはまってもしょうがないんでね、もうこれダメだなと思ったらやっぱり救助に来てもらうというのが賢明だと思いますんでね、今救助してもらってます。はい。それでも要請してから1時間半ね、かかりましたし、まあでもこれだけ悪天候な日なのに1時間半で来てもらったんで助かりましたけどもね、まあ無事脱出できるんでしょうか。今目下作業中でございます。はい。いやひどいですね、日本海側本当だね。皆さん大丈夫ですか。雪の降らない地域の方はよくわからないかもしれませんけど、まあ本当連日ニュースでね出てるようなああいう状況ですよ。ホワイトアウトしてもう車がねボコボコ落ちるっていうね、そんな状況ですけども、はい、というようなところでね、今、救出、されてるところのね様子でございました。まあ、私は何してるかというとね、これ今私が今まあカメラ側の方ですけどね、向いてる側ですけど、彼も車が来るんでね、一応ハザード焚いてこっち来ないでねってことで、ちょっとここで今まあ援護射撃じゃないですけどもね、しているような状態ですけどね。あ、今引っ張られてますね、ちょっとずつ出てきてました。はい。あ、これであれかな、5分10分ぐらいすると脱出できるかな。はい。あとね、あまりこういう話はね、するつもりがなかったんですけども、ちょっと、なんていうのかな、同じ県でね、起きた話だったんで、ちょっと触れちゃうんですけど、なんでしたっけ、新潟市にね、在住している、ジャーナリストというかね、の方が渡航したいってことでね、報道ありましたけどね、物議醸しましたね、そのパスポート返納せよみたいなね。報道の自由も確かにわかるし、そういう使命感に駆られるのもわかるんですけど、もう本当にね、なんていうのかな、もう一回前例としてね、非常に残念な結果であったとはいえ、もう日本中騒がした一回あったわけですよね。そういうことがあって、でなんかその二番煎じみたいにしてわざわざ行く必要ないだろうっていうのが正直なところですね。うん。で、その今の現状をお伝えしたいとかね、そういうのはすっごくわかるんです。すっごくわかるんですけど、それなりにね、なんていうかな、身の安全というか、まあ、その後どうなっても、まあ、対処できるというぐらいのものを持ち合わせていたのかどうかっていうのがいささか疑問ですよね。うん。どんなことでもそうですけどね、一か八かみたいなのが通用する国じゃないじゃないですかね。日本と違うんでね、日本は一か八かでなんとかなることあるんですけど、日本ではないとこなんで、そういう常識の通じないとこなんで、もう10か0かみたいなね、1か0かっていうか、そういう話になってくると思うんですよ。生か死かっていうかね。うん。だからそこにかけるのはやっぱ良くないと思う。うん。なのでね、まあもうちょっとね、事態が落ち着いてから行くなら行くでもいいんじゃないですか。うん。じゃなければもっとそういう、紛争とかそういったものにすごく、なんていうかな、身近な国の人たち、少なからず日本人はやっぱりそういうのには不慣れなわけですよね。なので、まあね、ここで出しゃばってまたなんか
ね、そういうことが起きればね、世界からもそういう目で見られるわけですよね。またね、捕まったとね、教訓として生かされてないっていうね、そういう国民だと思われるのも良くないのかなという気がしますね。まあ最終的に渡航しないってことだったんで、まあ良かったなと思いますけどね。はい。あ、見えますでしょうかね。ここ車がね、ここね、車がちょっとずつ引き寄せられてます。はい、無事助け出されました。良かったですね、アイくんね。はい。ということで、ね、この大寒波がまたやってきて、ちょっとね、車落ちちゃったよというお話でございました。はい。皆さんも、どっか落ちたり、転倒したりしないように気をつけてください。以上です。